こんにちは、時計メガネアクセサリーリコードでございます。今回は分銅式 の、 あの柱時計のですね、あの分銅をこう吊る紐なんですが、まあ、それが切れまして、それをあの今取り替えた、あの、まあ、これが取り替える、まあ、片方できたんですけどね、まあ、これから取り替える作業についてちょっとあのお話したいと思います。あの分銅式ってゼンマイじゃなくてですね、あの分銅2個使ってこういう重りですね、これを2個使って、これゼンマイの代わりなんですよね。でこの紐が、まあ、これちょっと今取り替えたんですけど、もともとこういうのをついてたんですけど、これがもう切れちゃったんですよね。普通のなんか紐っていうか、なんていうんですかね、これクジラのかなんかの、あのクジラの 毛だかなんだかヒゲだか使ったなんからしいんですよ。そういう繊維らしいんですよ。ただもう年数もかなり経ってるんで、あのブツンと切れたんですね。それで今回ちょっとワイヤー使ってやろうと思いまして、まあ、これ今外してですね、もうなんか全部外さないとこうできないんですよ。まあ、こういう感じで全部バラしてですね、して今片っぽ、こちらの方は打ち方の方ですね、こっちが時計の、あの時計本体の方、ちょっとあの黒も大きいんですよ少し。そういう感じで、これが取り替えたと思います。まあ、こういう種類ちょっとめったないんですけどね、まあ、ちょっとね、ちょっと苦心しましたけど、かなり、まあ、これからこれ今取り替えて、あとちょっと組んでいこうかなと思いますので、まあ、どうかですねよろしくお願い申し上げます。